select your character. Hazama. はい、行きましょう。本日3組目。ワンピーが町前、ツーピーが弁蔵狭間です。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. よっ、伸びます。こっちですよ、こっちで行きますよ。そこだね。はぁ、さあ、西にノーマルヒットだが、いい高さ。おっと、ジャンニー D がジャンプ 4D、 ジャンプ 6D がに化けたか。こっちですよ、さあ、クータイク登るぞ。えさあ、これは熱波狩りになったが、中段通る。さあ、いつものバンバンを決めて、ジャンシーカウンター。ここはバースト打っていくが、普通にひめゆりでぶっ込んでくる。おっと、立ちノーキャンからの 2A がヒットして、さあ、ミュージー使っていきますね。ここは倒しきれないと思いますが、ワンパン勝負に持ち込む。ワンパン勝負ならハドマにも分がありますね。がここはシースズランでウロボロスをかいくぐってきました。一方選手したのはマイ。ミースズランは安く済んだ。さあ、ジャンプ 4D、ノーマル、空中ノーマルヒット、すかさず、着地タッチを選択。いい判断だ。立ち入れたシーは入れ込んでいる。わお、逃げるの方に空投げ。置いてあります。落として。さあ、2C が見えたが、さあ、姫江にめり込んでカウンターヒット。じゃあ、これつないで、さあ、いろいろと攻めを工夫しているんですが、様子見からの受け身にちょっと弱い感じですかね。危なかった。さあ、まずは町前です。なんだろう。 Here comes a new challenger. Please select your character. Hazama. さあ、2試合目、待ちわいたい弁蔵狭間。さあ、強強にエアバレ。さあ、チー当たってたんですが、西へ届かない。さあ、前はこういうとこもいいですね。ジャンプシーンの攻撃判定がでかいんで、低空である必要があんまりないと。低空あったら今タッシー西タイク食らってましたからね。さあ、2へ暴れていく。これはジャヨクにバースト合わせていく。 4D タイク、ジャコンは入れて 4D。さあ、ゲージがたまらない。これはクールタイムですね。
おっと、チューナー、あー残らない。さあゲージがたまらないタイムが、ありまして、そこがちょっとね噛み合ってしまいましたね。チャンピオン D 刺さる。落として、やはり様子見側の受け身が多いですね。様子見側の受け身というか様子見側の移動起き上がりか。さあ西カウンター、ここは少々までガードして、西打ってる。さあ押し置きに来ました。ここは往復側の 3CEA5300。 さあ実際体力吸収を含めるともっと減っているであろう。ここはカウンター確認から冷静にちょっと待ってたし、11でファイナルラウンド。さあ即バース入っていきました。前川西カウンターだが、さあこれ前がコンボを決める。さあこの立ち絵がディレイ投げとかダッシュ投げとか、その辺は全部暴れて解決しております。さあ俺が通ってるんでね。わお、さあクラッシュトリガーレベル1だったんで当たっても痛くない。ボディーからちゃんと振り向き上空しっかり決める。どうだ、さあこれさっきも見せましたね、クラッシュトリガーで結構ダメージが減るんですよ、この楽しいクラッシュトリガーがね、かなり減るよね。さあ前が再びリード。さあオーディ、スズランがダッシーのスカに当たってしまう。さあやり投げてクラッシュトリガーは暴れる。あ、おいしい。じゃあバックカウンター、俺はしっかりダメージを取っていく。さあガショウはスカルが事なきを得た。立ち当たっている、これは逃さないですよね。 3CJ 古法天神、この時点で4200やってますから。あたし 2C4D バンバンで5000超えますからね。さあガサイショウのガーぐらいは見えましたけども、こちらも暴れで対応していきます。さあ EA はごまかす、ずるいぞこのキャラ。さあ空中で軌道を変えていきますが、落として中段ガード。さあシーヒメイリをこうウロボロス伸ばし終わったところに差し込んできますね。さあこれはクラッシュトリガーカーの完全タクというか、先重ねの置き攻めみたいな感じなんですけども、スカシゲなんです。1-1でファイナルラウンド。あーっとちゃんと赤いですね。さあ EA は空を切る、しかしコンボできないが投げでごまかす。
さあこれはちょっと高く拾いすぎたとか判断してか BAB に行きません。なんだこのキャラ、上りジャンシーカウンターからコンボになっている。さあどうだ、しっかり倒しきる、お見事。さあ今なると前の強いキャラパー的なところが存分に出た試合でしたが、デッドカウント 4-1、 さっきのマイスター戦とは逆の展開、連動肌も早くも追い込まれました。さあどうする、6戦目です。さあ西カウンターから高いんでね、ほんと 4D 入れ込んでも問題なコンボになります。さあ OD だが、相手の OD だが強気だ。しかしエースズランで押し置きされてしまいます。オーディッディシーッ、読み勝った。さあ減ります。さあジャンプ 2D から多分ヒメリがスズランかなんかやろうとしたんでしょうけど、そこにクリーンヒット、一方選手したのはベンド・アダマ。レベル2アクション、タジビーから今のは多分ジャメージの着地硬直にタジビーが当たってましたね。さあエースズランクリット、やっわー、ザエガン外から決め売り。さあ投げすか、今さオーディーが出し、うっ、さあまさかのここで残影拾いミスるという状況ですが、ちょっとコンボが怪しいが、いけるか、ダメージンカウンターバスト、ミエリは空中カウンター、ジャンシー高めカウンター、これはバータイで、さあ、いや言わなくていいんですよそういうのは。今のがエボの決勝だったら誰も言ってくんねえぞ。さあ中段で補正を切る。さあ火災所に立ち、暴れ潰しの肘。さあいえ、あまりでかいですけど、今度こそダンク。ありがとうございました。さあ、というわけでいろいろ最後は実はあったんですが、まあ、痛いベンゾーハナバー大会のリベンジ、5-1 で町前の勝利となりました。お疲れ様でした。ベンゾーさんこれどうします、全試合がピックアップか、いらない？ピックアップでいいじゃん。はい。